ストッペが森で聞いたという不思議な音。その音の正体を確かめるため現地へとやってきた。そう、我ら音探検隊ビシー。僕も。では音を聞いたというおとっぺにインタビューを。ウィンディだよね。そう、あれは昨日のことでした。森でしゃぶしゃぶを食べていたらパチンと聞いたことのない音が。パチン、一体何の音なのでしょうか。今何か聞こえました。葉っぱの音だね、シーナ。おっと、こちらからも音が。川の音だね、シーナ。今度はこっちから。木の実が落ちる音だね、シーナ。見つからない謎の音。練習をしているところを見られてしまいました。お恥ずかしい。松ぼっくり。ええ、傘が開くときパチンとなるんです。なるほど、そういうことみたいだよ、シーナ。パチンの謎は深まるばかり。話を聞いているかい、シーナ。ねえ、シーナ。今、確かにパチンってるんだ。こっちか。将棋。森でやる森将棋ブームなんだね。いやいや、じゃなくて松ぼっくりなんだって。パチンという音の正体は将棋の音であった。であったもうじゃあそれで。松ぼっくりの音はめったになりません。もし聞けたら超ラッキーですよ。あるおとっぺから海で謎の鳴き声を聞いたという内容の手紙が届いた。我々はその正体が伝説の怪獣オトッシーではないかと考え現地へと向かったのだが、我ら音探検隊。あれ、なんで一人なの。ちょっとみんなどこ。海、バカンス、サングラス、スイス、スイ。アイドルはこういうの書いとかないとね。関節に砂が入ると大変だから今日はここで。ちょっと真面目におとしを探してよ。この音は何ですか。それは泣き砂だよ、シーナ。泣き砂？
ん？ここの砂は踏むと音がするの。ここ砂の色が違うけど。これって鳴き声？そう、それはすすり鳴き砂だよ。すすり鳴き砂？これは笑い砂だよ。笑い砂？じゃあ今度は。まさかオトッシーが現れたんじゃ。よいしょ。怪獣の吠える声が鳴る砂みたいだよ。もしかしてこれが、オトッシーと思われた鳴き声の正体は吠え砂であった。であった。こうして我々の探検は幕を閉じることになる。せっかくビーチまで来たんだからさ、全力でパーティーしようぜ。今、視線を感じたけど…えっ！なんだろう、あれ。リズムを刻んでいるような…先生！メタルくん、ノリ悪いんじゃない？というか、ほら見て、海に巨大な何かが。オッケー、メタルくん、もっと取り上げろってことでしょ。いや、そうじゃなくて。やっぱりそうだ、あの何かビートに乗ってる。ビートに誘われてこっちに向かってきた。まずい、シーナ、ストップ、ストップ！メタルクも乗ってきた！さあ、限界マックスまで盛り上げていくからね！まずい！みんな逃げよう！僕も逃げる！ちょっとメタルくん、安心して、君のことは忘れない。食べられる。いつもウォッタがお世話になってます。おばあちゃん！
も書くにも一安心だね。ウィンディ、よ、僕のこと見捨てたね、ウィンディ。ごめんよ、私もごめん。